はい。それでは階段行列と吐き出し法ということで解説をしていきます。まず階段行列というものについて定義していきます。最初にですね、この階段行列の例を見てもらっていますけども、これですね。はい。これ見てもらいますと、この0でないところをたどっていくとですね、こういうふうに階段状になっているのがわかるでしょうか。はい。 2番目の例はですね、えー、このように階段になっています。えー、よろしいでしょうか。3番目の例ですね。はい。ここ、ずらーっとこう長くなってますけども、まあ、階段にはちゃんとなっていますと。はい。4つ目の例ですね。はい。これは1段しかないと言いますか、えーまあ、階段になっているかどうかっていうことですね、まあ、これ、どちらかというと、こう、天井に階段があるイメージの方が、えー、分かりやすいかもしれませんけども、<laughs> 階段が天井についてる感じですね。はい。<coughs> はいということで階段行列というのはどういうものかというとですね、えーまあ、ある行がゼロ行,ゼロ行列にな,ゼロ行になっていたら、例えばここでゼロ行がこう発生していたら、それより下の行ですね、第 J 行も全てあと1回全部ゼロこうゼロが続くということですね。 第 J、I、行が0であれば、第 j 行 i より大きいところは0になる。つまり i 行より下も全部0になると。一旦全て0の行が出てきたら、そこからしたら0ですよということですね。それから第 I 行の、第 i 行の左から最初の0でない成分となる列を ji と書くと書いてありますけども、要するにこの例で言うと、例えば1行目の最初に0でないやつはこの、この例でいくと、 1>, えー、1行目の最初の0でない成分は2列目にありますと。ですから、えっと、J1 は2ですとうこれですね。それから2行目の最初の0でない成分は3列目にありますから、J2 は3ですと。で、えっと、3行目はもう全然ないので、えーまあ、0行っていうときは、まあ、これはもう、えっと、これだと一応、形式的に J3 イコール5とでもしておきますが、まあ、これはなしということですね。はい。 ということで、J1、えっと、J2 がこういう代償関係があると。まあ、こういう代償関係があれば、これはですね、えっとまあ、これゼロでない行に関してだけですね。えっと、ゼ,ロゼロでない行が R 行、ある。上から R 行までがゼロでないとしてですね。で、えっと、順番にその最初のゼロでないすがこう単調に増加すると,、えっと。こういうことですね。 はい、この行列の場合は J1 が 1J2 が 2J3 が3と123とこの行列の場合は1しかないので、まあ、1個しかないので、まあ、これはもう1個だけですから J1 が1ということですねこの行列の場合は J1 が 1J2 が 3J3 が4ということですねはい じゃあこの階段行列でない例を見ていきましょう階段行,行列でない例は例えばこの行列は、えっと、0になる行は1個もありませんから r は3なんですけれども j1j2j3 を見ていくと1行目の最初の0でない列は2ですね2行目の最初に0でない列は1ですね1ですで3行目はこうですから21213となってますから単調増加になってないのでこれは違いますとこういうことですね はい。いいでしょうか。ですね。それから次のこの行列の場合ですね。この行列の場合はえっとまあ広い意味で単調増加なんですけども1122とこうなってるんですね。はい。これの場合は10がこうあってまた0でないものが出てきてますね。これはあのこの最初のルールこれに違反するのでこれは違いますと。 とというここで、えー、この3つのつ行列はあ階段行列ではありませんということですね、はい。それでは、えっと、確認クイズをやってみましょう以下の行列のうち階段行列であるものを全て選びなさいそれではちょっと考えてみてくださいはいそれでは解説していきましょうまず正解はですねこの5つですね5つが階段行列です はい。えっと、まず階段行列で R0 について確認していきましょう。まずこれですけども、ここになんかこう、0の列があるんですけれども、ちゃんとルールに、えー、合ってるということを確認していきましょう。まずここに0の行があって、その下を0の行ですね。ですから、最初の条件は OK です。で、R が2、0でない行が上から2行あって、J1 が1で J2 が3ですから、こういう階段になっていて、 はいこれは階段行列ですと。はいこれどうでしょうかこれ0行列なんですけども0行列は要するに R が0のケースということでこれも階段行列の一つですね。はい、えー、階段の段が全くない階段の段数が0ということですね。はいでこのこれはどうでしょうかこれは、えっと、なんか、えー、階段っぽくないんですけども、まあ、ここにちょっとちょこっとこう階段がある感じですね。 はい、まずこの規則として 0, 0の行があったらその下も0の行合ってます。r は1ですね。で、j1 が4と。でも j11 個だけですから、まあ、別にこれで階段行列になるんですね。はい。これもですね、えっと、階段行列になっています。はい。正しいですね。はい。で、これも階段行列になっています。なんかここでちょっとこう、ボコっとへこんでるように見えますけども、別にこれはこういうふうに、ここは0であっても構わないですね。こういう感じで。 こうなるわけではないのでこうなるので最初の要するにゼロでないところがこうなっていればいいのでこれは階段行列ですで階段行列でない例はどの理由を見ておきましょうまずこれですねこれはこの列が00000行なのにここに0でない行が出てきているこれダメというですねそれからこれはえっと 0行はここだけで、0でない行は固まってるんですけども、ここのところが階段になってないと。ここはが J1、J2 がともに2になって、22になってますからダメと。それからこの行列は、こう、ちょっとこういう風になってますから、これは J1 が1、J2 が3、J3 が2ということで、これもダメと。ここを入れ替えたらいいわけですけども。それからここですね。これは、 まあここ、えっと、0行は全くないんですけども R が4で、えー、1233ですね。ということで、えー、これは単調増加点ないのでダメと,ということになります。